まあ、全然傷がないよね。ここはなんかハケ塗り塗装がされてるんですね。まあ、シールの劣化はしょうがない。横揺れ防止のサイドスタビライザーがついてる。1996年に浸水されてます。28年が経ってるんですけどね、年式の割には状態はいいです。でここにサイドスタビライザーあ、ここタキストロンがデッキの上に貼り付けられてますね。うん、デッキの上はすんごい頑丈、かんざしも問題なしですね。まあちょっと使用感はありますけど、こういうへたりがあったりとか、こういうところがあったりなんかしますけど、全然がっちりしてます。ここには簡易的なオーニングが取り付けられるようになっています。結構ねこの高さはね浅めです。すごくね釣りがしやすい。これ何かと便利な取っ手を取り付けられてますね。これはただね置いてあるだけ。釣りするときにこうやって腰掛けるんですよ。こちらがイケス。まあ汚れてますけど普通にイケスとして使用可能です。ハッチもね、後ろはカビが生えてますけど、これはね普通。こっちのハッチもこのぐらいの年式になると普通で、こういうここにもねイケスがありますよと。ここはね物入れです。結構奥歯であります。ここは救命胴衣ね。定員は7名、ちゃんと人数分あるみたいです。次回は定期検査、2025年10月です。がっちりしてる。これねタキストロンが貼ってある、上手に貼ってありますよ。ここはなんか塗装がされてるんですね。アクリルの窓に塗装がされてあります。ワイパーフレームの曲がりや折れもあって応急処置がされていました。出ますね。でもワイパーが水に届かない。ここが燃料タンク。ここもねアクリル窓塗装がされてます。塗装の剥がれやワイパーのねこういう劣化しょうがないんですよ。アンカーウィンチ、ここも塗って塗装がされてますね。こういうアクリルの、ね、劣化ね。天井には何かを外したビス穴の跡、シーリングで埋めてます。ここからスポット取れるようになってる。全体的に古さもあって使用感はありますけど、ここでの操船は問題点ありません。固定備品やいろいろな道具が入ってますね。開けにくいっちゃ開けにくいけど、ないよりはマシ。物入れです。スカッパー開ければいけすにもなるんでしょうね。これがこんな風になる。この辺の使用感はしょうがないとして、これも不装の GPS ガタンですね。パワーメーターが1940時間、まだ全然遊んでない。 12V プラスマイナスの電源です。ここにエンジンがあるんです。あ、ここにメインスイッチがあるんですね。これスパンカー、ここでねここを取り外せるようになってる。ですからねトラックで運ぶ時なんかはねポンって取っちゃえばいい。これも張り替えたばっかりですって。これアルミ製だよね。アンカーウィンチのスイッチですね。後ろで全部できるようにしてある。はい、
なんかこれね、後で取り付けられたステンレスのレール、スパンカーと一緒に取り付けられたんでしょうね。なんだ、あ、ただこれね、あのガムテープで付けてるだけ。ドライブは2023年にロアのベアリング一式、そして同時期にギアオイルとベローズを交換されたそうです。上下動作も OK。 ものすごく燃費がいいんですって。ヤマハの D201KH、 1時間の燃費はわずか10リッターぐらいだそうです。1人で乗った時のマックススピードは22から23ノット、巡航は2500回転で18ノットで走るそうです。最近のメンテナンスは2024年6月にエンジンオイルを交換されて、フィルターとインペラは9月に交換したばかりだそうです。ミキシングエルボーとエンジンマウント、清水ホースの交換の経験もあります。